なんかこれなんだっけな、週刊文春、はい、俺は知らないんだけど、日本ミス日本シーノカロリーナが筋肉医師と国際ロマンス不倫っていうのもやってるんですけど、はい、これなんでこんなしょうもないのを紹介するかっていうと、うん、ここでですね、うん、もちろんその相手の筋肉医師は否定してるんですけどね、はい、付き合ってるということを、うん、このまあミス日本のシーノカロリーナっていうのを、ウクライナ人の両親のもとに生まれ5歳で来日、日本で生活したと。これミス日本でいいのかという疑問もあるんですけど、ね、はい、これはすごい話題になりましたね。あ、そう、はい、うん、でもまあ日本国籍ですから、うん、まあそうだね、これはまあ日本人ですよ、うん、そうだね、はい、でもね、ここで僕はなんでこれを紹介しようかと思ったっていうとね、はい、うん、彼女が所属するモデルエージェンシーに前田氏との交際関係の有無と不倫の認識があったかのことを書面で尋ねたところ、次のような回答があったと、うん、前田様からは強いアプローチがあり、2023年5月頃から8月頃までお会いしておりましたが、一般的に言う交際には至っておりません。お子さんがいると聞いていたので、カロリーナが再退社かどうかを確認したところ、子供はいるがすでに離婚をしていると言われました。改めて何度か問い詰めてみると、実はまだ婚姻しているという事実を打ち明けられました。以後一切お会いすることを言われました。食事の後、深夜に前田様に自宅前まで送っていただき、その翌日の朝会いたいとの連絡があり、突然朝自宅に訪問されたりしたことがありました。これ文春はほら、夜を過ごしたんじゃないかって書いてるからね、はいはい、突然朝自宅に訪問されたりしたこともありましたため、マンションの入り口で話をしたり、一緒に自宅の近所を散歩したりすることがありました。部屋に入らせてほしいと強いアプローチもありましたが、部屋にあげることはせず、マンションの入り口で話すようにしていました。離婚している男性ということを信じて、カロリーナは前田様に好意を抱いていたことは事実ですので、親密な行動をしたことはありましたが、肉体関係を持ったことは一度もございません。本人は大変身持ちの堅い女性であると私たちも周りの友人も思っています。こんなことまで事務所が答えなきゃいけないのかと俺はびっくりしましたよね。思って今紹介しただけ。いやいや、そうです、僕も思ったんですよ、ね、これ読んだ時になんでこんなことそう言い訳がましいしもう、はい、で騙されてると気の毒になった、はい、私はちょっと騙されてましたということを延々と書いてるっていう、ね、うん、まあ多分これミス日本って、うん、容姿だけじゃなくて、うん、人柄とかその頭の良さ、聡明さとか、そういうのも出さなきゃいけないんで、これ不誠実にしたらいけないなっていうことだったんで、この前田という男に騙されて付きまとわれたのをなんとかこうこなし避けてたところですよという感じにしたのかなと20秒くらいあるねコメントが、はい、そんなにこと細かに喋る人もないだろうと、そう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 思いまして、はい、紹介いたしました、はい多分でもこれが出て、うん、みんな応援してた人いたんですよ。ああ、これもう日本人じゃないかという人と、うん、日本人じゃねえという人がいたんですけど、うん、この記事が出てめちゃくちゃがっかりした人はいたと思います。なんだよと、応援したのにもうこんなのやってんのかよと、はい、いう感じはあったと思います。そうだったのか、はい、現代で例 の、 あのキャビンアテンダント出身の JAL 社長についてちょっとやってますけどね、はいはい、まあ要するにJAL にとって3つの初、はい、まず女性社長が初めて、はい、それからキャビンアテンダント出身の社長が初めて、そうですよね、それからそもそもはこの人は JAL じゃなくて JAS なんで、そうなんですよね、 JAS のからあれが初めて、はい、3つの初めて、うん、なかなか優秀な人でびっくりですよね、うん、らしいですね。僕は逆にもうそれじゃなくて、うん、短大だったんですよね。あ、短大ってところが滑水ね、長崎の名門ですよ。JAL みたいな、うん、あそうですね。そう、JAL みたいなね、うんうん、名門っていうか、うん、エリート主義じゃないですか。まあそうですね、東大とかじゃないと絶対相手にしないよみたいな感じの会社が、うんうん、もう学歴尊重のね、うんうん、会社エリート意識の、ね、今一番ね、うん、花形会というか、そうそう、なんかいけすかないというかそういう感じの会社なのにこうしたっていうのはすごく僕はショック、ショックというか、東大法学部を出て総務や経営企画畑を得たエリートが経営の中枢を握ってました。そうですよね。これを稲森さんが変えたと、はいはいはい、一回JAL が倒産したから、うん、それで稲森さんが来て、うん、稲森さんが変えてですね、うん、現場を知らない奴らには経営はできないと判断して、うん、はい、それからエリートたちを排除して、うん、その整備門の応援させたとか、パイロット出身の植木社長とかですね、はい、それから整備所長の赤坂、うん、そうそう、社長とかそういう社長を就任させたと、はい、その流れで、うん、この彼女が来たわけですね、はい、
なかなかまあ優秀な人らしいよね。そうですね、うん、結局あのコロナの時もあのスチュアーデスたちが仕事がないからね、はい、各いろんな企業にこの出向させてましたよね、うん、それで初めはまあそういう反対もその多かったんだけど、その時に客室本部長だった彼女がその説得して納得させたと。で実際に行ってみるとですね、非常にその結果的には良かったと、うん、これがそのまあ戻ってきてですね、やっぱりそのいろんな市役所行ったりなんかして仕事してきたわけでしょ、はい、うん、そうすると今までのと違った発想でね、はい、出向先で顧客あたりの単価を上げる重要性を学んだキャビンアテンダントが空港までのお客様の送り迎えを JAL ができないかといった提案をするなど新たなサービスが考案されていると、うん、その種をまいたのが鳥取さんなんだと、うんうん、なかなかハッピーなニュースだけどね、はい、そうですね、うん、なんか他の会社もうまくいくといいですけどね、はい、そうなんですよ、うん、うまくいってほしいなと思います、ね、うまくいって、まあ、いろんなね、うん、その東大罰からね、陰謀を仕掛けられるような気が、そうかなしますね、社長のせいにされて辞めさせられるんじゃないかっていう感じしないでもないですけど、はい、うまく、コントロールしてほしいなと思いますね、うん、はい、でこういう企業増えるといいなと思います、ね、あ、そうですね、はい、まあ増えるんでしょうね多分、うん、これからね、はい、